KRV110TCS のオプションパーツ、こちらですね。このね、前のカバー、ブルーパープルカメレオンというですね、はい、カラーリングになります。いかがですか？こうするとね、だいたい横のね、青とだいたい似たような感じのね、青になるのかなと思うんですが、これちょっとこう位置をね、見る位置を変えていくということなんですが、どうでしょうか。はい、ちょっとね、肉眼とカメラでまたちょっと気持ちね違うと思うんですけど、大体こう横あたりからね、まあ、光の当たり具合にもよるんですが、見ると、パープルになるという感じですね。はい、でここら辺だとまたブルーになって、でこうちょっとほらパープルが気持ちね見える感じですけどね、でこんな風になると。はい、これオプションパーツでね、台湾の、はい、キムコの純正部品ですね、そちらに K デポっていうやつですねで、売っているものでございます。でこれ取り寄せ可能です。ただキムコジャパン通してなんで、それなりの金額はするんですけど、はい、まあ、正規品っていう形になりますかね、なりますね。はい、あと他にもですね、ここがフラットのタイプですね。フラット、それは色が変わらないんですけど、ブルーパープル、ここはまあ元々のフラットのブラックですかね、そういう風に塗り分けたりとかですね、あとカーボンなんとかっていうのありますね。はい、まあ、ここも実はそのカーボンなんとかあるんですよね。この色はここはないんですけどね、ここもあればね、またちょっと、いろいろ変わってきて面白いなと思うんですが、はい、こんなようなねオプションパーツ、実はあります。はい、で実際にちょっと取り付けてみましたね。これだけでね、ちょっと色変わるんですなんでね、以前ちょっと見たことはあると思うんですけど、やっぱり実際にね取り付けてみないとね、雰囲気はわからないですからね。はい、こう見るとね、ほらこんな感じでね、こうちょっとねこういうふうに変わるんですよ。はい、あとですね、まあ、いろんな他にもね純正部品あるんですけど、こんなのが入りました。はい、これ、アクスルですね。アクスルのカラー、ここです。フロント、ここと純正ね、これとあとこっち、これ、はい、ステンレス製みたいですね。ステンレスの、でこうちょっとこうテーパーになってるのね。はい、こういったものが、はい、あったんでちょっと注文してみました。はい、それが入りましたね。はい、ですので2022年のでも1月になってるな、結構前ですね。そう、K デポを見たら、お、これ面白いなと思って買ってみたんですよね。はい、でこういったものもね、ただそんなに数は一度には買ってないので、はい、売れたらあっという間なくなっちゃうっていう感じなんですけどね。はい、まあ、そういったものも一応ご用意させていただいております。あと NCY 製ですけど、まあ、K デポの純正のこのアクスル、ステンレスのアクスルですね。で両側からナットで留めて、R ピンで留めるタイプね、そういったものも、ございます。はい、その他まあいろんなものをね、あるんですけど、あとここにね全体的にこう留めるマットね、そういうのもねありましたね。はい、とりあえずですね、こちらはね試乗車です。試乗車、すいません、うちの試乗車をねちょっと入れさせていただきました。はい、で今までの使ってた試乗車はカスタムします。はい、いろいろブレーキとか何とか何もちょっといじれないで、いじれなかったので、あちらをみんないじってですね、でこちらはまあ基本的にはノーマル状態で試乗していただくという形にね、したいなと思いまして、はい、もちろんちょっと安めに、はい、試乗車で出すっていうことで、少し安めにねうちは入れてますんで、はい、でただ試乗車という形でずっと使わなきゃいけないですよね。はい、最低半年は使うというね、一応そういうルール決めがございます。はい、ですのでね、こちらが今度から試乗車だから、また新車になります。はい、まあ贅沢な話なんですけどね。はい、まあいかがでしょうか。でちょうどとりあえずこのマスクだけちょっと変えてみたんですけどね、この前のね、この分だけはね、はい、こんな感じになります。はい、なかなかこれいいですね。うん、ねえ、いいですよね、思わないですかこれね。はい、いいと思うんだけどな。うん、まあ、売りたいがために言ってるって言われちゃうからなあれですけど、はい、11,500円の消費税だったと思います。11,500円のが税別で、プラス消費税が確か K デポのね、日本のキムコジャパンの金額でした。はい、ということでですね、はい、こういったオプションパーツもいろいろありますんでね、よろしければお声掛けいただけると幸いでございます。ということで、はい、KRV
ね、オプションのパーツ、ブルーパープルカメレオンフロントカバーでございました。